船舶修理工場を報復攻撃燃料貯蔵施設を破壊ロシア国防省がウクライナ各地への攻撃を明らかにロシア軍がウクライナ各地を砲撃しクリミア橋が壊されたことへの報復攻撃を行ったロシア軍は17日夜から18日朝にかけてウクライナ南部のミコライウ州やオデーサ州を 自爆型ドローンや巡航ミサイルで砲撃した。ロシア国防省は18日、ウクライナ南部オデーサ近郊でボート型の水上ドローンでロシアへのテロ行為が準備されていた。そのため製造していた船舶修理工場を報復攻撃したと主張した。またロシア国防省は同じく南部のミコライウ州への報復攻撃も認め、 ミコライウ近郊でウクライナ軍に燃料を供給する総量およそ7トンの燃料貯蔵施設を破壊したと明らかにしているウクライナ軍はロシア軍の攻撃について大半を撃ち落としたとしているが港湾施設や一般住宅が撃墜時の破片で被害を受けたほか高齢者1人が負傷した プーチン氏逮捕はロシアへの宣戦布告と南アフリカ大統領ブリックスサミットを控え南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領は18日ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を南アフリカ訪問の際に逮捕すればロシアに対する宣戦布告になるとの見解を示した南アフリカ・ヨハネスブルグでは 来月、ブリックスと呼ばれる新興5カ国、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの首脳会議が予定されており、プーチン大統領も招待されている。しかし、国際刑事裁判所 ICC は今年3月、ウクライナにおける戦争犯罪に関わった疑いがあるとして、プーチン氏に対する逮捕状を発行。ICC 加盟国の南アフリカは、 プーチン氏が来訪した場合には同志を逮捕しなくてはならない。ただ、南アフリカはそうした義務を果たすことを拒否した過去がある。2015年には自国民に対する戦争犯罪で指名手配されていたスーダンのオマル・バシル大統領、当時の安全な通過を許可している。南アフリカの最大野党民主同盟は、 プーチン氏が入国した場合に当局に逮捕を強制できるよう裁判を起こしている。裁判書類によると、ラマポーザ大統領は国家安全保障のリスクを理由にこうした動きに断固として反対している。先制供述書でラマポーザ氏は、南アフリカはプーチン大統領の逮捕と引き渡しの要求を実行する上で明らかな問題を抱えていると主張。 ロシアは現職の大統領を逮捕することは宣戦線布告になると明言している。ロシアと交戦するリスクを犯すことは我が国の憲法と矛盾する。ラマポーザ氏はさらに、南アフリカはロシアやウクライナと戦争を完全に終結させることを視野に入れて協議を続けているアフリカ諸国の一つであり、プーチン氏を逮捕しようとするのは逆効果だと述べた。 ラマポーザ氏は6月、アフリカ7カ国によるロシアとウクライナに提示する平和イニシアチブの一環として、プーチン氏やウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談。和平の道を模索したものの最終的には失敗した。ロシアのウクライナ侵攻を非難する国連総会決議にアフリカ諸国が消極的なのはよく知られている。特派員らはその理由として、 南アフリカにおけるアパルトヘイト、人種隔離政策反対運動と旧ソビエト連邦の関係や、マリがジハーディスト、イスラム聖戦主義者との戦いで、ロシアの雇い兵組織ワグネルに依存している現状など、様々な要因が絡んでいると指摘する。また、南アフリカは言うまでもなく、アフリカの国々とロシアには経済的なつながりもある。さらに、 対露制裁の対象になっているロシアの富豪オリガルヒ、ビクトル・ベクセルベルグ氏は、南アフリカの与党、アフリカ民族会議、ANC の最大の寄付者の一人とされている。プーチン、侮りがたし。意外にも経済が強いロシア。戦争が終わらないやばすぎる事情。 ロロシシアアを侮ってはいいけないロシアがウクライナに侵攻ししてから500日が経過したウクライナの反転攻勢ワグネルの反乱などでプーチン大統領の求心力やロシアの戦争継続能力が限界に来ているとの見方が日本に広がっているがそれは甘い発想かもしれない。 ウクライナは6月10日から西側諸国の軍事支援を受けて反転攻勢に出ている。反転攻勢が順調に進んでいないウクライナにとって、6月23日にロシアで起きた民間軍事会社ワグネルの反乱は願ってもない朗報だっただろう。ウクライナのゼレンスキー大統領は7月1日、ワグネルの反乱はウクライナ軍が反攻を進める上で有利に働くとの認識を示した。 だが、ウクライナ国防省と西側の軍事専門家は、ワグネルの戦争への関与低下による影響は限定的だと冷ややかだ。長期戦を選んだウクライナウクライナ東部のバフムトとの攻撃で、中心的な役割を果たしたとされるワグネルの活動範囲は、1 0 0 0トルに及ぶ戦線のうちごく一部に限られていた。 ワグネルの戦闘員の多くはすでにウクライナの前線から引き上げており、現時点でワグネルは戦争で重要な役割を担っていない。各個6月29日付ブルームバーグ。ワグネルが離脱したことで戦線の士気が統一され、ロシア軍全体の作戦遂行能力が高まったとの指摘もある。各個7月7日付中央日報。 反転攻勢によりウクライナが領土を奪還したとの報道が流れているが過去1ヶ月の戦闘で支配地域を広げたのはむしろロシア軍だったことが明らかになっている。各個7月11日付ニュースウィーク苦境に立たされているウクライナは西側諸国の支援を頼りに長期戦の構えを見せているこの戦略を成功させるためには ロシア経済が疲弊し、継戦能力を喪失することが肝心だが、果たしてウクライナの思惑通りにことが進むのだろうかおそらくはそうはならないだろう。ロシアを現段階で侮るのは危険ではないか後編記事、プーチンの戦争はまだ終わらない。経済、財政にほころびなしのロシア、その脅威が衰えない不都合すぎる真実で、 その理由をじっくりとお伝えしていこう。ウクライナ反攻、失敗には程遠い、米軍トップ米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長は18日、ウクライナによる反攻について予想よりも進攻が遅いものの失敗には程遠いと述べた。 ミリー氏は、ウクライナによる犯行が5、6週間前に始まり、事前の軍事演習ではある程度の前進が予想されたものの、速度が落ちていると指摘。その理由は、紙の上の戦争と現実の戦争は違うからだ、と説明。生身の人間が現実の機械で実際に地雷を除去して実際に死亡しているとし、生き残って地雷源を突破するために部隊の速度が落ちる傾向があると語った。 ミリー氏は失敗には程遠いとし、私の考えではそう判断するのは時期尚早だ。まだ戦いは続くと述べた。ミリー氏によれば、ウクライナには犯行に投入されていない兵力が相当量を残されている。ミリー氏は予備兵力をいつどこで投入するかはウクライナ側の決断によるとし、将来何が起きるのかは言及しないと述べた。ミリー氏は、 今現在彼らは兵力を温存しゆっくりと慎重に着実にすべての地雷原を突破していると語った兵器の支援が遅れたのも原因の一つでしょう反攻開始が遅れた結果ロシア軍に準備の時間を与え地雷原も十分整備されてしまった実際に亡くなるのはウクライナの兵士なのです 現地の軍は当然覚悟を持ってやっていますから少しでもその被害を減らすようにするのも支援する側のなすべきことだと思います。